ちょっとエモくない？バリバリ歌舞伎町。やっぱ田舎者やからさ、歌舞伎町っていう単語でちょっとうわーってなるんよ。よいしょ。この下に。早速の中入って撮影していきましょう。いやー、ま、でかいよなというわけで今回は4キロの方やね、レベル3の4キロ制限時間45分っていうチャレンジメニューになってます。正直に話すね、私隠し事は嫌やから、私先日5キロやって失敗してるんよバリ失敗してるんよ。で今回はちょっと4キロにね落としてね、リベンジっていう感じです。でもう本当これは見苦しい言い訳なんやけど、その時さ、マジで日本に帰国したばっかりでさ、超時差ボケの中やってさ、コンディションも最悪やったからっていうのもあるんやけど、とりあえずね今回はリベンジっていう感じで挑戦していきたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございます。いただきます。よし、これすごいよね、真ん中にハンバーグ刺さってるのよ。いきます。ピーマンとかさ、ベーコンとか玉ねぎとかめっちゃ入っとってさ、それぞれのこう旨味とか、なんかこう元々の素材の美味しさがちゃんとおるんや、ここに。すごい美味しい。いやぁ、あんだけ食べた、あんだけってめっちゃ失敗のやつも流しとるけどさ、あんだけ食べた後にもさ、もう一回食べて美味しいって思うのすごくない？覚えている方おるか分からんけど、新人戦思い出す。よいしょ。プルプルしてる。なんでハンバーグまでこんなに美味しいんか。甘みのあるハンバーグって言ったらいいの？ハンバーグってさ、なんかいろいろ分かれるじゃん、種類。甘みのある系ハンバーグ。待って、ちょっと。ナポリタン自体はね、酸味も強くないしね、めちゃくちゃ美味しい。こういうのだからワインとかにも合いそうだね。最後に具材を余らせない。
チーズさ、パスタで食べたらちょっとチーズでパスタがコーティングされてた。この一口めちゃくちゃ美味しいよ。もうほら知ってたからさ初見みたいな反応しようかなと思ったけど知ってるからさ。あ、そうでね、これさ、唐揚げさ、パスタの中に入ってんじゃん。普通の唐揚げと全然味とかも食感も違うんよ。なんか変わるんよ。それがさ、メニューになったの。すごくない？ジューシーな唐揚げをナポリタンで蒸し上げました。ほんとイタリアのサンデしか食べれないでしょ、これなんか。見たことないもんね。おいしいよ。例え方としてはすごい変なんだけどね、煮魚みたいにコロコロにほぐれるのよ。これがすごい。多分やっと1キロぐらい減ったぐらいじゃない？パッと見て。もしかしてこれ全唐揚げ食べたの？
怖い。なんでこんな朝ですね。でもさ、先週に言った目標はさ、いい感じに達成してるくない？最後に具材を余らせない。あんまり残ってないよ。なくなる直前にもう切って持ってきてくれはるからすごく嬉しい。うん。あ、めっちゃ細かくてる。最後に具材を余らせない。入れてきた。うん。やっと一人前くらいじゃん。私は5キロを経験するから分かるんやけど、このハンバーグさ、1キロ増えるために1個増えとるんやったと。今回4個だったもんね。5個のやつ、写真貼っとくわ。めっちゃでかかった。1キロでこんな変わるんや。じゃあ、今回の動画からアフレコ入れる予定やってんけど、私、日本でずっとおる無理やわ。喋ってないと逆にお手つかん。はい、というわけで改めましてルマヨです。アフレコないと思ったでしょ。せっかく始めたしないの寂しいから無理やり入れました。そう、あれなんよ、明日ついにキッチン館のイベントがあります。私が多分一番楽しみにしと、とりあえずね、ご飯めちゃくちゃ美味しいから、もう私のこと嫌いな人でもいいから、もうご飯だけでも食べてほしい。それぐらい自信ある。というわけで、もうちょっと今回は駆け足になりましたが、明日お待ちしてます。じゃあね。私の目標30分で食べきりたいんだ。でもあと3分と50秒やないんだ。いけるかな。あと2分50秒。見て、気ぃつけてんのにこんなにこう、30分35秒です。ありがとうございます。あー、お腹いっぱい。
いやめっちゃ美味しかったな。食べる前からヤントイタリアンさんのパスタは何食べても美味しいだろうなって思いながら来てるからさ、もう安心安定の美味しさなんやけどさ、なんだろうねこれは、なんか他と違うのよな。すごい食べやすいんだよ。お店によってはさ、酸味の強いナポリタンとかさ、甘みの強いナポリタンとかがあると思うんやけどさ、全てのいいところを、食材のねいいところを引き出して超美味しい一つのナポリタンっていう料理になってるって感じがする。めっちゃ美味しい。あとハンバーグもめっちゃ美味しい。どの回か忘れたけど、ミートボール乗ってるやつがあったさ、あれもめっちゃ美味しいよね。ちょっとね、私ね、多分ね、これはね、夏バテなのか何なのかわかんないけど、確実にちょっと胃が縮まってる気がするから、ちょっとね、リハビリ期間も兼ねて、しばらくはまったりとしたチャレンジメニューを攻めていきたいなと思います。無理してもね、良くない。楽しいと思えることをやっていきましょう。だけでアントイタリアのさんね、新宿駅からもめちゃくちゃ来やすいし、てか場所がめっちゃ分かりやすいね。ここら辺来たことある人なら分かると思うけど、歌舞伎町でドンキホーテルこうバーって入って右にバーって曲がったらすぐあるから、ぜひね近くにいる方は遊びに来てみてください。美味しかったです。美味しかったです。いただき、